はい、どうもメスです。今日はですね、ダルビッシュさんの方のツイッターの方からですね、イチロー選手の能力が発表されました。いやー、盛り上がってますね。で、特殊能力ですよ。特殊能力にイチローっていうものがあって、結構ね、今この特殊能力イチローがね、プロスピ界をざわつかせてるんですよ。でですね、このイチロー、特殊能力イチローね、私分かってしまいました。はい。分かってしまったので、今日はね、その僕の方の予想をね、皆さんに聞いてもらおうと思います。はい。ただね、聞こえてきますよ。お前みたいな、にわかが、わかるわけないやろとか、まあ、どうせね、またくったらね、ネタに走るんだろうとか、思ってるでしょ、皆さん。うん。まあ、最後まで聞いてほしい。まあ、確かににわかですよ。プロ野球とかもわかんないですし、さらに言えばね、プロスピ歴もかなり浅いです。まあ、ただね、そんなにわかだからこそ、わかる。着眼点。うん。今回ね、わかっちゃったんですよ。まあ、ネタ方向でね、動画出そうかなとも思ったんですけど、マジで、結構ね、自信あるので、今回は真面目に予想して真面目に発表していきたいと思います。はい。じゃあね、今回ダルさんの方のツイッターで発表された画像3枚を見ていきましょう。はい。ということでね、まずはこのフォルム。いや、かっこよすぎでしょう。うん。この、イチローさんのね、代名詞的なフォームっていうの？うん、ポーズっていうのかな？わかんないけど。いや、かっこいいよね、これ。もう絶対にゲットする。絶対にゲットするんだけど、100連でゲットなんだけど、極みねー、なんかね、ライブ配信やろうかどうかね、未だに悩んでるんですけど、いやー、なんか、とんでもなく沼ったら怖いんでね、ちょっと、ビビってます。ひよってます。はい、で、2枚目がね、守備能力の画像ですね。守備能力 S。もうやばいっすね。しかも、センターもね、A だし。これ、守備要員、まあ、守備要員で使うのもったいないけど、まあ、万が一ね、極みとかできなくて、もう、あれだね、守備要員としてもめちゃくちゃいい。うん、で、なんか、俺よくわかんないんだけど、このね、盗塁とか走塁、守備のこの、なんか、普通が、積極的の方が良かった、みたいな意見あったんですけど、どうなんですかね、この辺でも結構変わるのかな。まあ、その辺はね、皆さんご存知の通り、にわかなんで全くわかんないんですけどね。はい。で、これですよ。このイチロー、問題になってね、全く、想像がつかないですよね、この名前だけ見ると。イチロー選手の名前が、そのまま特殊能力になってるということで、まあ、このね、にわかメッスが、まあ、イチローっていうこの名前を聞いたときに、パッと思い出すのが、あのシーン。そう。WBC ですよ。2009年の WBC のあのシーン。はいはいはい、聞こえてきますね。うん、これ、オリックスのあれだから、その WBC 関係ないだろうみたいなね。まあ、聞こえてきますよ。まあ、わかります。確かにそうですね。今回、登場してるイチローさんはあくまでね、オリックス時代のイチローさんなので、まあ WBC の時のね、イチローさんは関係ないんですけれども、イチローさんといえば、まあその WBC のシーンもしっかり、逆境の男ってイメージが結構あるんですよね。で、昔ね、俺ウィキペディアで、まあ今回に限らず昔ね、イチローさんについてなんかウィキペディア調べたことがあって、経歴とかね、結構苦労されてるんですよね、プロ野球入った頃から。うん。で、まあ、その度ね、その逆境を跳ねのけて、まあね、もう活躍どんどんされて、今のね、レジェンドっていう形で、イチローさんに至るわけですけれども、逆境の男なんですよ。イチローさんといえば、パッとひらめいちゃいましたね、それで。はい。ということで、私、メッスが予想する、この、特殊能力、イチローとは、今現在ある、特殊能力逆境の強化版と予想します。まあそもそもね、今現在ある特殊能力、プロスピエースにある特殊能力の逆境っていうものが、まあビハインドの状況でミートチューアップ、パワーチューアップっていう形の能力なんですけれども、この特殊能力イチローは、そうだな、うん、まあビハインドの状況でミートダイアップ、パワーダイアップ、プラス、そうだ、ラインドライブあたりも入れちゃいますか。うん、予想としてね。ミートダイアップ、パワーダイアップは来ると思う。うん。どう？いい線いってません？意外と。あ、メッスにしてはなんか、ね、しっくり来るなと思ったでしょ。うん。いや、
俺もね、我ながらこれワンチャンあんじゃないかなって思ってるんですよね。うん、いやどうでしょう皆さん。皆さんのね予想もぜひコメ欄の方でねちょっと書いてみてください。はい、で答え合わせがね、3月20日の特番でね、公式の特番かなであるそうなので、楽しみにね待ちましょう。ということでありがとうございました。以上です。